はい、どうも皆さんこんにちは。じゃあ続きやっていきたいと思います。ということで、この町でやることはもうしばらくなさそうなので、これはもうお金を稼ぎ続ける、お金稼ぎマシーンに夜でした。寝てから行きます。よし、かかしがはら着いたんで、とりあえずアイテムの整理をしていくと。あー、いるなこいつ。こいつなんか生成みたいなやつやってたから、ゆっくり前を通ると知ってる人だってなるから、でまたもう一回行って、また怒ってるから前を通ってあげてカウントして、これ何回やればいいの？なめちゃくちゃいっぱいやったらやった方がいいのかな。あ、怒ってないから微妙だ。しかもこれダメージ食らうからな、こいつ。こいつマジで難しい、気難しいやつだよ。でも一緒に麻雀やろうよ。ね。で、怒るでしょ。怒って前で一緒に麻雀。猿さん、こんにちは。あれ交通量。お前、猿もカウントしてやれよ。これでも同じ人間をさ、何回もカウントするのってこれ仕事としては。まあ、交通量だからいいのか。往来してるところにここが同じ人が何回も往来したって、それはそれでカウントになるからな。そうか、俺以外に通る人がいないんだろうな。かわいそうな人だ。え、違うのかな、これ方法違うような気がしてきたんだけど、これやって穴引きこもったらちょっと回数見てみよう。で、前回のやつと比べて回数が増えてたらこれで合ってる気がする。あー、宇宙人の人、カウントしろよ。これカウントしたれよ。宇宙人だって人だろ。宇宙人って言うでしょ。あ、終わっちゃったから、これをもう一回覗いてみよう。そしたら、あれ前何回だっけな。動画を見直せばいいと思う地球人の住みか。これなんかウルトラマンとかそういうやつの、ウルトラ怪獣みたいなやつのかかってんだろうね。いろんなパロディしてそう。正の字増えてない。あれでもなんか5個ぐらいだった気がすんだけどな。違ったっけ。バイト、つぶやき、生成、1、10、15、20、25。あれ、こんなもんだっけ。なんかちょっと増えた気もする。まあいいや、ちょっと明日もやってみよう。したら暇なので声だめを漁ります。声だめの中からさ、金のうんことか出てこないかな。なにこれ、お高い指輪。なにそれ、お高い指輪だって。お高い指輪だって。これめっちゃ高く売れそうじゃない。マジこれ熱くない、普通に熱くない。大うんこ、待て、大うんこ。これどうしようかな。お高い指輪を積もれたということはこれもういいんじゃないか。これダメ、もうやめとくか。一生うんこが出てくる可能性がある。え、お高い指輪これいくらで売れるんだろう。あ、これでマイコン買えんじゃねえか。で、ここに行って、あ、金になってる。これいくら ?475 銭。え、めちゃくちゃ利益率良くない。うわ、664円。おい、大盤振る舞いたち、おい、すげえ。なんでこれ、うわうわ、あ、これいったんじゃねえ、お高い指輪売ったら。で、ここにダメ押しで置いといて、おい、ここで大金持ちが物の価値も知らない大金持ちがここにいるぞ。おい、美味しいぜ。ナスが一番野菜としてはしょぼいのかな。とりあえず置いといて、うわー、ちょっと待って、あ、こんなに金になるんだ。うわー、こりゃ農家やっちまうぜ。まあいいや、これで巻いて、ナス以外が欲しいな。ナスは200いくらしかなんなかったからな。キャベツ、よしキャベツか大根だな。大根とキャベツどっちが高く売れたのかはよく分かっていないのだけれど、それでもだけど、よいしょ、種をまき、そして芽を紡ぐ。あ、ナスができちゃった。ナスいらなかった。これみちるさんにあげるか、せっかくだし。いや、でも240円だからな。なんかそう安々と人にあげることはできない。こうやって、ね、主戦度になることによって、よし、キャベツゲット、オッケー。これでとりあえず一回家帰ろうか。結構遅かったんだよな、終電が。だから宇宙人側のゴミ箱を漁って、ここじゃないです、ゴミ箱を漁ってから家に帰ろうか。どれ、
ここなんか割と高額商品出てくるから、冷蔵庫来たー、これ500円、あれもういってね、これ多分いってるぜ、そろそろ1万円コツコツと貯めた甲斐があった。空っぽ、あーダメか、500円、これで野菜のお金にもなったらこれ全然いけるかもしれない。よし、ちょ、じゃあ一回家帰ろうか。よし、そしたら壺安で売るぜ。お高い指輪っつってるぐらいだからお高いんだろう、これは。そうそう、いらっしゃい、買うの、売るの、売るぜ。いくらだと思う、お高い。3025、脳みそ溶けちゃう。これは売るようでしょ。うんちから出たとは黙って拭いて売ったから、つぶやつはなんか変な匂いするなって思ってる。これでもう売らなくて、冷蔵庫売らなくていいか。まあでももう一個あるからな、もう一個あるから冷蔵庫一個売る。よし、これで交通費も担保しつつ、買うぞ買うぞ買うぞ、とうとう超高額アイテム買わせていただきましょう。買うの、売るの、買います。さあとうとう買うぞ、マイコン買っちゃった、11,800円、たーけー。よっしゃ、これで揃ったから、あとはフライパンと、フライパンとあとは冷蔵庫を取り出して、でそれで持っていけばいいんだ。よし、じゃあとりあえず警察のとこ行こう。おはようございます、何か用ですか。で落とし物を受け取る。で、まあ冷蔵庫を売らないで持っててもよかったんだけど、何を落としたのですか。ね、まずはフライパンとあとは冷蔵庫。うんこがめちゃくちゃ溜まってる。宇宙語辞典はもういいよな。うん、 OK、 ETC カード、よし、じゃあ行きましょう。あ、やべえ、30分だ、これ多分間に合わないな、ギリギリ電車に間に合わない。あ、行かないで、電車、ちょっと待って、俺のために少し止まって、少し止まって、行けるか、行かないで、行かないで、危ねえ、乗れた、危ねえ。はい、ガガジガラ、学人者のねん、マジでギリギリだったわ。駆け込み乗車はやめようね、みんな。でも俺以外にユーザーがいないから、俺に対して少し優しめにしたっていいと思う。あ、そういう顧客のわがままがどん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 企業を苦しめていくんだな、やめよう。誰目線の何セリフなのかわからん。そしたら宇宙人が出てくるまで時間あるから、とりあえずこいつのカウントを増やしてみよう。はいよ、あ、やった、人だ、嬉しい。嬉しいな、全然人が通らなかったもんな。どうしてここのバイト代は誰が払ってるんだろうな。そしてここの交通量を調べたことによって何が起こるかといえば、ここは使われていないから、ここの道を取り壊そうっていう、だお前の穴のそばにある最寄りの一番大切な道路が破壊されるかもしれないんだぞ。それでいいのかね、それでいいの、それでよかったんだったらそれでいいんだけどさ、これで合ってんのかな。でも結構カウント増やしてるから、ちょっとこれ終わったら穴覗いてみようぜ。ちょ、もう一回覗いてみます。ちょっとこいつと雑談するんだったら、好きな役満って何みたいな、クソみたいな会話を。あ、右の正の字は変わってないな。今日のつぶやき、せい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 、あ、増えてるね。あ、で、あの点点点であればあと10回ぐらい前通ってやったらなんか変わるんじゃなかろうか。で、そしたらこんにちは、縛って、ちょっと待って、翻訳の写メはまだ撮ってあるので一応見れるけど、ミルフィールペペレンチーノロマーリオあげますが欲しいですと、あげましょう。じゃあまずマイコン最後にあげよう、フライパン、はい、これロマーリオだね。おはぎ縛って、嬉しそうで、まず一つ縛、ありがとうって言ってる。あ、なんか起きるぞ、縛って、ちょっと待って、翻訳辞典いるな、まあ、縛ってはありがとうって言ってる、あげます、ミルフィーユペペロンチーノ、あれ場所が変わったな。あとは冷蔵庫、はい、冷蔵庫も欲しくて、おはぎ縛って、多分嬉しい、ありがとうって言ってるはず、縛って、でこれで、あ、揃ったね、縛って、あげます、ペペロンチーノ、で、あとはペペロンチーノことマイコンさんをあげると、これでどうだね、おはぎ縛って、おはぎ縛って、がおはぎが、はいで、縛ってがありがとうじゃなかったっけな、確か写真がね飛んでんだ、あげますだから縛って、まあいいや、多分大丈夫、多分いけてる、
よし、この3つがそう。何そんな高等テクニックで廃品回収に出ていたマイコンも回収して、でフライパン、このフライパンの鉄がなんか一番なんか伝導率とか良さそうだから導線とかに使えそう。これで治るんじゃない？これを3つ入れたことによって、さあ、おお、なんかすごい、それっぽい何かができてる。でもこれと同じぐらいの科学力をダンディが持ってたという恐怖。ダンディってもしかして宇宙人からあのシステムもらったのかな。そんなことない？うわ、何それ。あ、水車の水力発電みたいな感じで、何それ、そんな美しい、そんな箱だったのそれ、何それ。カラスチョメリンコ、ちょっと待って、カラスチョメリンコは、あ、カラス宇宙でチョメリンコ宇宙帰ります、ありがとうって言ってる。よかったな。え、じゃあもうキスしてくれよ。え、なんでキスしてくれないの。縛って、ありがとう、宇宙帰ります言ってる。宇宙船でも見せてもらおうじゃないか。宇宙船は向こうだよな。これ何なの。あ、でもこれ見れないな。宇宙いつ帰るんだろう。なんかおいっすってめっちゃ響く。おいっすすすすみたいな感じになる。こっち側なんかすげえ箱になってたよな。なんだこれ、クソかっけえ。あ、覗ける。どれどれ、中を覗いてみたら何があるんだろう。何これ、かっけえ。エネルギーパワーみたいなのがオルゴールみたいになってんな、なんかな。すげえじゃん。これもともとこれだったのかな。そしてハマグリハマコちゃんのグツグツ煮たりポジションもあるな。あ、いなくなってる。え、もう帰った。ちょっと行ってよ、ちゃんと行ってほしいな。でも宇宙人たるもの夜に帰らないといけないというプライドがあるらしい。あ、ちょっと後ろ詰まってますよ、後ろ詰まってますよ、宇宙人さん。よいしょ、こんにちは。わー、とうとう帰るんだね。やっぱ夜だよな、やっぱ宇宙人たるもの夜に帰らなければいけない。ちょっと待って、まだ宇宙人のケツが詰まってる可能性がある。ケツ詰まりすぎだろ。あ、いけた。ちょうど8時にならないと上に登れないようになっていたのかもしれない。さあ、この機械を使ってあの宇宙船が来い、出ろガンダム、パティンパティンパティンみたいな感じなんだろうな。お、ピコピコやってる、ピコピコやってますね。こんにちは、ありがとう、宇宙帰ります。よかったね。いつ帰れん、いつ帰んの。帰らんなの、全然帰らないんだけど。こんばんは、ん、なんか言うこと変わったぞ。こんばんは、ちょっと待って、こんばんは、はこんばんは、困っている様子、大変だ、困りました、どうしたの。車椅子走りました。ちょっとさ、マジでその通じちゃう別の言葉やめてほしいわ。車椅子、名詞、暗号のこと。車椅子走りました、走りましたわ、忘れました、暗号忘れました、バカバカしい。助けてください。宇宙帰ります、宇宙帰ります、お願いします。大福とおはぎ、大福でいいか。大福はいいえか、おはぎだから、だから宇宙か、いいよ、おはぎありがとうっつってる。え、で何これ、画面に何か書いてある。サッカー電報、ちょっと待ってサッカー電報、サッカー電報、缶ジュース入れる、あー、車椅子電報、あ、暗号入れる、缶ジュース入れる、缶ジュース、あれか、ヘノコークか、ヘノコークなんか持ってねえぞ。おい、ヘノコーク持って帰ってこいってことか。ちょっと、あれ、猿だ。あ、どっか行った。そんな、あれ何なんだろう、宇宙人の手下なのかな。よし、ヘノコーク1個捨ててたから、ヘノコーク拾って、食べ物まあ飲み物か、食べ物の欄にセミとカエルがあったのがまたちょっと嫌な気分になるけれど。よし、じゃあカカシガハラ戻ってみよう。俺の説が正しければあと10回だから、ちょっと10回やってみよう。1でしょ、であと10往復、2、よし、 OK、 2、9、次じゃねちょっとチューできるとこいた方がよくね。いくよ、来い、10、これで、これで多分、来た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 ー。
の点々がすごい、なんか奇跡の一瞬を捉えてみましたみたいな、すごい斜めでチューするじゃない。これ前歯ぶつかって初めてチューする人たち、前歯思いっきりぶつけて気まずい感じになるみたいな、そのまま なんかね気まずくならないでね、ふふって言って痛かったねみたいな感じで、どうもありがとうございました。ちなみに僕は留意層が好きです。すんげえな戻り方が。あー金もらえた、やった2500円。いやこいつ大変だったもの、こいつ大変だったよ。これでそしたら夜じゃないとあいつ上行かないもんな、宇宙人。ちょっと夜まで待つか。よし、夜になった。よし、どいてくれ。こんばんは、車椅子走りました、バカバカしい。カラスチョメリンコあげます、おはぎー、縛ってーだいぶ覚えてきたな。で、これで辺野古奥を使って、お、いけたか。どこに入れんだろう、右側のそれじゃない、そのスロットに。いや、あー、それそれそれ、これを入れて。でも暗号を入れないといけないんだろう、暗号は正直俺分からんのだけど。これで暗号は知ってるんじゃない、でも忘れる。何これ、プレイリスタート。あー、これあれだ、おお、昔にやったやつですよこれ。分かった分かった。だからペンドンペン、あ、ポンペン、ピンピン。あ、ちょっと待って、リセット、これあれだ、暗号これあれだよ。でもこれなんかマス数が足りてない気がするんだけど、12345678でしょ、12341234555までしかないんだけど、いいのかなこれ、左詰めでいいのかな。テントンテンドンテ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 ン、あ、テン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 、あ、違うわ、多分こうだ、こうで飛んでるんだ。テン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 、これでどうですか、プレイ。ドゥンドゥン、めっちゃ良さそうじゃない、どうどうですか。あ、いってるくない、これやったー、しかも綺麗な音楽奏でたし。あ、来た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 、コカ・コーラ問題ありそう。あ、オルゴールになってんだ、おお、すげえ、やったー、この写真撮っといたのが役に立つとはな、これ嬉しい。なんか一発で暗号を。お、来た来た来た、インベーダーゲーム、もろもろインベーダー、痛いし、間違ってんのかいここまでやって間違ってんのかい、どういうことこれ、合ってると思うんだけど。あ、辺野古没収されてるし、もううんちうんち。今さ、田んぼ調べたら星の種が出たから、ちょっとこれ音で覚えようぜ、音で。よいしょ、これを巻くことによって、多分音楽な奏でられてた気がするんだよね。いけ、聞くぞ、よろしくお願いします。ティンドゥン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 ドゥン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 か、オッケーオッケー、わかった。ティンドゥン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 ドゥン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 、ね、オッケー、多分大丈夫だと思う。よし、リベンジマッチだ。こんにちは、困ってるね。こんばんは、車椅子走りました、バカバカしい。カラスチョメリンコあげます、おはぎー、おどき、俺が入れるよ。まず辺野古奥をぶち込むと、はい、いけ辺野古奥、お前の力見せてやれ。辺野古奥をパカーこのシステムもなんだかな。ワンタッチで開いちゃったらそんなにセキュリティも強くないしな。これを入れて、でさらに暗号入力フェーズになると、いきます、ドゥーン
ティン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 トゥンティンティントゥンティントゥンティンティゥンティティティドゥドゥドゥ。ちょっと待って、正解見える？正解というか、あの写真撮ったやつをもう一回見よう。ティントゥン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 ティン、ドゥ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 かな？ティントゥン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 ドゥン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 かな？多分これでいいんじゃないかな。でこれでじゃあプレイ頼む、当ててくれ。ドゥンティントゥンティントゥンティントゥド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 ゥ、合ってんじゃねえのこれ多分。ディントゥ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 、いけ辺野古ークセットオン。ディントゥ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 。さあどうでしょうか、これで。あれなんか演出違くない？すっごい綺麗なんだけど。あ、言ってるくない？ループしてる、ループしてる。ドゥーン。おお、なんでそんな大江戸、大江戸なんか、お湯屋なんだよみたいな音楽が、すごい江戸っ子な音楽が流れてきてる。縛ってありがとう。宇宙帰ります。よかったね。帰れてよかったね。中身猿？かいわれずんどこアホらしい、かいわれずんどこアホらしい、 あなたずんどこ、あなたずんどこアホらしい、アホらしいってないぞ、ずんどこアホらしい、ずんどこかいわれこけました、ずんどこかいわれこけました。え、これなんて言ってんの、よくわかんねえ、なんか言ってた。ずっとカッポしてたお猿は君だったんだな、だからイスカンザル。なんか猿使うからイスカンザルって言ってんのかと思ったらマジで猿だったんだな、まさか君だったとは。ゴン、お前だったのか。目かっ開きすぎでしょ、チューするとき怖いタイプのチュー。これで宇宙に帰れるようになったのか、よかったな。あーすごい。キャトゥレーションだっけ、なんかさらわれること、宇宙船にさらわれること、なんかそういうカタカナで言うやつあったよな、それみたいになった。さあ宇宙船の回転、そんなに回ったらゲー吐いちゃうよ、絶対そういう風にくるくる回ったら遠心力で中もう地獄でしょ。大丈夫か猿、ゲーしないか、あわわわわってなってる。このこの謎のシステムは置いといていいのか。あ、これは翻訳、翻訳顔、何それ。あ、破壊した、もう二度と、もう二度と宇宙に、宇宙人が宇宙語を理解できないように。あ、これ何、ウルトラマンをさ、ウルトラマンゾフィーが迎えに来たみたいに、この壊れた宇宙船も回収して家に帰るぞって感じなのか。あー回収された。あーすごい。おー、これで一応ことは済んだのか。じゃあこれでもうアイテム返してもらえるな。あ、なんかある、なんかある、なんかある、これ何、宇宙バナナ、宇宙バナナだってさ。あ、これなんか売ったら高そう、これで宇宙バナナ。でもこれ大事に取っといた方がいいのかな、宇宙バナナだってさ。これじゃあ最後のやつ返そうぜ、これで。で結局のところ真央くんは UFO の存在を信じる。あー見たもんだって。あら、まあ異星人との交流に成功したのね。へえ、あのお猿さんがイスカンザル星から来た宇宙人だったなんて、 UFO マニアの私も気がつかなかったわ。目の前で展開してただろお前、これであなたも信じることができたわね。安子通り、愛の筆を君にあげるわ。筆ってなんか一番エロいな。それと
もらった、ありがとう、返してくれたぞ、やっと。これからもたまには遊びに来てね。無限の宇宙について語り合いましょう。なんか俺の友達みてえだな、宇宙について語り合いたい人。よし、やっとやっと集まったぞ3つ。なかなか遠回りをしたそんな気がするけれど、この鈴のところに、いやー、最初はだってこれ全部普通にもらえるはずだったのにな。なんかめちゃくちゃ揺れてない？こんなに揺れてたっけ？あ、俺が来たせいか。はい、なんとそれは愛の筆。ありがとう、マオ君。おほう、なるほどなるほど、つまり君が宇宙人と深い交流を持って、岩田先生はとても驚いていたというのですね。宇宙人ですか、確かにそれも幸せといえば幸せかも。何言ってんだこいつ、やべえ。もう何でも幸せって言ったら全員が幸せになると勘違いしてるタイプの人。よーし、これで愛の墨汁、愛の筆、愛のヴィンセント、ついに3つの道具が揃いました。おめでとうございます。良いラブレターが書けるように準備しときます、お楽しみに。おー、とうとうラブレター書けるぞ。ペーン、さよなら。宇宙の果てを思って生きればいい。深い。どうも、宇宙の果てを思って生きればいい。宇宙の果てを別に思う必要はないよ。宇宙の果てってずっと膨張し続けてるってなんかで読んだことあるもん。よかった。でもこれでとうとうラブレターが書いて、とうとう俺とさとみのということで眠りましたね。貴重なのだ、目覚めろ。おはようございます。よいしょと。おい、とうとう来たぜ、とうとう。父ちゃん。ところで魔王、出かける前にちょっとこっちに来て座りなさい。何やら新聞に新情報が載っているのだ。お、とうとう更新されたぞ。新聞によりますと、魔王が書道セット盗難事件を解決した。しかも鈴木先生が恋の書道セットを貸してくれるというのか。すごいぞ魔王、これでこの家の汚名が晴れたのだ。大変な世の中なのだ。行ってらっしゃい魔王。よし、じゃあ行ってきます。ということで、どうすんだろうこの後。普通に鈴木先生のとこ行けばいいのかな。はい、ということで、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。